おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。アリスさん生存ルートでやっております。メインゲームですね。なんかね、メインゲームで割とアリスさんが喋りそうなので、まあ、ほぼほぼカットはしないんじゃないかなと思っております。では早速やっていこうと思います。キズチカンナは基本的には二人行動だった。行動を証明できるのは日よりそうだけだ。そうだね。まあ、俺も少しの間はキズチカンナの話し相手をしたが、話は弾まなかったと言っていいだろう。そんなこと聞いてない。なるほど。もう少し詳しく話すんだ。できるな。はい。カンナちゃんがハッキングしたところもちゃんとセリフがあると。カンナは、ソウさんがハッキングするよりももっと前からハッキングしたんです。そのハッキングの内容って？パスワードを解除したんです。人のものを勝手に。それって、ハッキングって言うんですよね。カンナちゃんもパソコンを使いこなせていたってことですか？あんなのハッキングなんて呼べないよ。覚えたての言葉使うの、やめた方がいいと思うけど。さあ、サラちゃん。この調子で議論を進めていこう。はい。面白い。各自その時のアリバイを話してみようじゃないか。これあれだね。キュー太郎さんが誰にスタンガンを当てられたのかっていう話だね。進展。パソコンを共有した時ロビーに集まったのは、俺とソウ、カンナ、サラ、ケイジ、アリスの6人ぜよ。指導員サラ、貴様が突然走り去ってからも俺たちは残ってパソコンを見ていた。他に情報はなかったかな。カンナは見終わったパソコンをソウさんに届けに行きました。おまわりさんはロビーにしばらくいたよ。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際にナオさんと会話したんだ。はい、偽三島先生のハッキング作戦をソウさんと話し合ってました。僕は真っ暗な1階を探索してたにゃ。見終わった後はまた孤独に探索だ。言っておくが犯人は俺じゃない。犯人というワードと見た目で判断するな。まあ、アリスさんはその後医務室に行ってるはずだからね。ソウさん、よく凶器をご存知ですね。え？スタンガンは私が現場からこっそりと回収しました。キュー太郎さんがスタンガンを浴びたことを知ってるのは、私と銀だけです。他に知ることができるのは、犯人だけなんです。思わぬところでボロが出たな。スタンガンを使ってハンバーグドン太郎を気絶させたのは日よりそう、貴様だ。誰も突っ込まないんかい。ハンバーグドン太郎いいな。バーガーバーグ Q 太郎と親戚か何かかな。いいな。いてくれないかな、そんなキャラ。参ったな。あっさりバレちゃった。ソウさん。ごめんね。ハッキング作戦の準備を邪魔されたくなくてさ。急に部屋に入ってきたからとっさに使っちゃったんだ。あんな不祥な道具どこで見つけてきたにゃ。覚えてないな。にゃー、なんか違和感があるな。よほど切羽詰まった状況じゃなきゃ、一回しか使えないスタンガンを使ったりしない。キュー太郎さんとソウさんの間にもっと何かあったんじゃないか。もういいぜよ。犯人が分かっただけで十分だ。そんな。これ以上は無意味かもね。ソウには弁明する気がない。なら、今は他の人のために時間を割くべきだよ。ふん。確かに疑い合うなら時間がある今しかない。言いにくいことでも、言うしかないんですね。それが、信じるために疑うってことにゃ？そうだよ。勇気を出して言ってみよう、みんな。そう以外で不審な行動がないか、話し合ってみるんだ。進展。強いて言えば、
絵心なおの行動は少し気になっていた。ずいぶん長い間嘘の間にいたからな。私、ある映像が気になってて、ある人のことを少し疑ってるんです。実は、真っ暗な一階を探索してた時に、変な映像を見たにゃ。おまわりさんは銀の行動が気になるね。どうして一階に行く方法を知ってたのかな。ああ。だが、ナオの様子がおかしかったのは、偽三島の存在のせいだと判明している。絵心ナオを疑う意味はない。なんか、ナオさんには好意的だな。そうだね。刑事さんの一人称ってそういえば俺なんだね。ずっとさ、おまわりさんはさーとかって言ってるからさ、一人称ってそういえば知らないなと思ってたけど、ここでちゃんと俺はって言ってたんだね。はーん。まあそれはなんとなくね、俺だと思ってたんだけど、なんか俺はってちゃんと見ると、なんか、ねえ、ねえ。いいよね。あ、でもこの警察官時代の時は、あれなんだね、自分なんだね、一人称ね。ならばどうするか。九太郎総刑事。貴様らは問答無用で怪しいと言わざるを得ないが。待てよ、もう一人ぐらい怪しい人間はいないぜよ。困るね。三択で絞られちゃうとそれだけ選択肢が狭くなると思うけど。また誰かを疑うわ。だったら予選投票で落とす人を考えた方がマシだにゃ。落とす人か。いい案だ、銀。本当は？予選投票で投票されず落選した場合、もう選ばれないから嘘をつく必要がなくなるんだ。最高の味方ができるということだな。もちろん身代わりにとっては敵になるけど。わかったわ。落選させたい人が誰なのか話し合うにゃ。進展。サラ姉ちゃんを落選させた方がいいとは思うにゃ。だって推理がすごく頼りになるわ。メダルをたくさん持ってる人は落選させた方がいい。九太郎とかね。メダルを持ってない銀くんを落選させるのはどうでしょうか。銀とカンナは選ぶべきじゃねえ。子供を犠牲にするなんてあっちゃならねえことぜよ。そうは落とすべきだ。最初に身代わりを持ってると言ったしな。やっぱりサラさんが落選してくれたら嬉しいです。そうだね、僕も落選させるならサラさんかな。これまでの奴の怪しい言動は目的があったんだ。ヘイトを稼ぎ信用を失うことで自分に投票を集めてたんだ。ならいっそ落選させて部屋の隅っこに座らせておけばいいだろう。身代わりの場合自分に2票投票できるので結局当選してしまいますけどね。まあ立ち悪いわね。ところどころ出てくるお姉が最高に好きだ。どうすんのよ、当選した中から犠牲が出ちゃうのよ。やっぱりもっと話し合った方が。往生際が悪いぜよ。時間切れです。決選投票に残る4人をお決めください。皆様投票よろしくお願いいたします。投票する人を決めてください。まあこれは私が誰を選んでも同じなので、自投票しますか。みんなここで諦めるんですか。私たちはいつだって自分のやるべきことをやってきました。どんなに過酷でも立ち止まっちゃいけない。でもカンナ、私たちは敵じゃない。たとえ誰かが身代わりだとしても進む方向は同じ。会話し議論を進めることなんだ。サラちゃん。そうだね、ここからが本当の勝負。みんなよし、まずは落選した俺たちが議論の方向性を示す時だ。
ちなみに俺は平民だ。安心しろ。アリスさんも平民か。筋肉ゴリラ、しなびてる場合じゃないにゃん。カード交換を順番通りに思い出していこうわ。進展。さあ、運命を皆様の手で掴み取ってください。全滅などなきように。ここからカード交換について詳しく話を進めていくぞ。いいな。任せろにゃん、しましま。あ、しましまって呼ぶんだ、銀くん。そうなんだ、初めて知ったぞ。再びガシューは静かに椅子へ座った。交換が行われた回数は全部で4回。そんな多くはねえぜよ。ちなみに僕はずっと平民だったわ。一回も交換されなかったにゃ。カード交換にはメダルが50枚必要だ。誰でもできるわけじゃないな。そうね。じゃあ一回セーブしよう。メダル所持数は確か、ハンバーガードン太郎が1位で、イブシ銀が最下位だ。絵心なおも下位だったな。4人の中でなおだけはカード交換できるほどメダルはなかったんじゃないか。ねえ。レコさんのメダルを剥ぎ取っているんですよね、なおちゃん。ハンバーガードン太郎、貴様が地動員さらに身代わりを渡したのは、いつの話なんだ。そもそも、身代わりは初めから貴様が持っていたのか。いや、違う。俺が一番最初に持ってたのは、平民だった。なるほどね。これで大体の交換が分かったよ。さっぱりは、なんでにゃ？一回目の交換はおまわりさんがやったからだよ。なんですって？誰と何を交換したのよ？サラちゃんに鍵盤を渡したんだ。まあ自分が持ってたとは言ってないよね、刑事さんね。え？じゃあサラが最初に持ってたカードは何だったんだ？嘘をつく必要はないけど、最初は平民でした。平民と鍵盤を交換したにゃ？おかげで信頼関係は深まったよ。そういうことになるな。貴様には3回目の交換についてきっちり説明する義務があるぞ。進展。僕3回目の交換の時は一人で1階を探索してたにゃ。だから状況が知りたいわ。教えてやろう。3回目の交換はパソコンをみんなで共有してた時に起きた。カード交換か。私も頭を整理しないといけないな。うん。今でもパソコンの写真を思い出すと胸がざわつく。だが今重要なのはその時のカード交換。結局は裏切り合いだったんだよ。ハンバーガードン太郎、奴はその場にいながら貴様と身代わりを交換した。血も涙もない男だ。何が絆だ。あれ？なんかおかしいな。そうだね。ああ。これだ。3度目の交換。俺の身代わりをサラへ送ったのは、俺じゃねえ。ソーの仕業だ。なんだと？何のことだかわからないな。ソーは知ってたんだ。俺が身代わりを持っていたことを。何？パソコンをみんなで共有したあの時、ソーはトイレに行ったんじゃねえ。もしもしボックスを使いに行ったぜよ。俺の身代わりとサラの鍵盤を交換しにな。知らないな。待ってください。自分以外の人を二人選んで交換させるなんてできるんですか？可能だろうね。断言するんですね。そう。そろそろ白状したらどうだい？君がパソコンを共有しようとした本当の目的をさ。疑い深い人だな、刑事さんは。進展。
館2階分じゃないの？正気？でも君は残り1階分だけ交換を残していた。ずるいよね。捨て身のふりして身を守ることは忘れない。汚い大人だよ。なんだと？結局君はピンチになれば身代わりを誰かになすりつける逃げ道を作っていたんだ。だから僕はその前に身代わりを他の人へ移すことにした。仲間思いのサラさんのところにね。それが3回目の交換の真相ですか？君の化けの皮が剥がれるかなって期待してたよ。なんで私をそこまで。でも君は僕の予想の上を言った。え？4回目の交換はサラさん、君がやったんでしょ？はい。どういうことだ？だってジョー君を殺したあの身代わりだよ。交換なんてしてません。的外れな推理ですね。私は交換なんてしてません。いや、できなかったんです。財布を何者かに盗まれて。苦しい言い訳だね。黙れ陰キャ。4回目の交換の時、僕はサラ姉ちゃんと一緒にいたわ。私もです。サラちゃんはあの時交換なんてしてません。そっか、じゃあ仲間にやらせたんだね。刑事さん、あなたがサラさんから身代わりを取ったんでしょ？な、どういうことですか？簡単な話さ。二人はグルだったんだよ。あ、はい？サラさんと刑事さんは身代わりを使った恐ろしい計画を立てた。メインゲーム、身代わりでの勝利だよ。二人は共闘して最多票を刑事さんが取ることで脱出を目論んだ。おそらくその後の5回目の交換はサラさんと刑事さんのブラフだよ。平民同士の適当な誰かを二人を交換させたんだ。じゃあ身代わりはしのぎ刑事が持ってるというのか？そんなの全部妄想です。だって私が持っていた身代わりが取られたのは5回目の交換だ。ソウさんはデタラメを言ってみんなを誘導してるんだ。以上、僕の推理が正しければ刑事さんが身代わりで賢者がナオさんってところかな。私が賢者ですか？うん、だから今回はナオさんに死んでもらっていいかな。待ってください。あなたは一番最初に自分は身代わりだって。はあ、あれ嘘だよ、平民だもん。そんな、だったら条件は一緒じゃ。そっか、刑事さん以外誰を選んでも一緒か。じゃあカンナに投票しよう。一番価値がないからね。ソウさん。もういい。ん？久々だよ、人をここまで嫌いになったのは。言っとくけどおまわりさん、メダルなんてとっくに使い切ってたんだ。信じろって？そう、君はおまわりさんが最終的に身代わりだったって言いたいんでしょ。カミングアウト。鍵番。残念だけど鍵番なんだよね。は？何を言ってるの？鍵番は九太郎さんって。一矢報いたみてえだな。カミングアウト。賢者。俺の本当の役職は賢者だよ。九太郎さんが賢者？バカな。ありえない。ありえるんだよ。そして賢者として一つ宣言する。刑事は間違いなく鍵番ぜよ。嘘だ、そんなの全部。グルだったっていうのはいい着眼点だったけど、相手はサラちゃんじゃなくて九太郎だったんだ。4回目のカード交換、真相を話そうか。おまわりさんと九太郎の交換をね。進展。
まず身代わりの件でソーに裏切られた俺は怒り心頭で探し回った。それを知ったおまわりさんは九太郎に手を組むことを提案したんだ。だから4回目の交換で貴様らはカードを交換したのか。4回目の交換が結果的に今陰キャを懲らしめたわけにゃ。待ったよ、九太郎は4回目の交換の時気絶してたんじゃないの。だから4回目の交換で篠木刑事とハンバーガードン太郎はカードを交換したのか。貴様、まともな交換ができないのか、篠木刑事。ソウさんに投票するんですか。ノー。何かおかしいです。もう少し話し合った方が。やめろ、貴様は候補者じゃないか。選ばれずに済んだんだぞ。私だって怖いです。でも何か変な感じがするんです。本当にソウさんは平民で刑事さんは鍵番なんでしょうか。ナオさん、何かおかしい。その通りです。まだ謎も残ってます。5回目の交換、なぜ私が持っていた身代わりが交換されたのか。しかも相手は平民だった。これは無視してはならない問題です。そうだにゃ。5回目の交換ってやつを話し合った方がいいわ。万が一身代わりを選んじまえば、俺たちは終わりぜよ。これ以上の話し合いはいらないでしょう。刑事さん？一度出た結論を掘り返しても、迷路をさまようだけだよ。君が死ね。そう。それで終わりだ。いや、それじゃダメです、刑事さん。時間がある限り、真実を追求するべきです。わかったよ。やるぞ！決戦投票に残った4人の役職について話し合うぜよ！進展。5回目の交換で、サラちゃんの身代わりを移動させた人がいるんです。篠木刑事が鍵番なら、そう、カンナ、ナオの3人の中に身代わりがいるはずだよな。本当に陰キャは平民にゃ、信じていいのかは。大丈夫だ。そうはサラが身代わりを交換したとずっと思い込んでたぜよ。つまりカンナちゃんかナオちゃんか、どっちかが身代わりを持ってるんだろうね。僕は信じないぞ。刑事と九太郎は嘘をついてるんだ。篠木刑事が鍵番なら、そう、カンナ、ナオの3人の中に身代わりがいるはずだよな。指導員サラ、本当にメダルは持ってないのか。誰かに身代わりを渡したわけじゃないんだな。信じてください。だとすると、決戦投票に残ってる人間、それもメダルをある程度持っていた人間の犯行になる。結論を言えば、そうか、カンナだ。まあそうでね。まあアリスさん視点そうなるのは当然だ。ダメだ、日和そうに投票するべきじゃない。そうだね、カンナでもナオさんでも好きな方に投票していいよ。貴様。それじゃあ議論続行といこうか。みんな誰に投票するのが安全か話し合うんだ。進展。日和そうは絶対に避けるべきよ。何考えてるか分かんないんだから。でもバケツ女とナオ姉ちゃんに差なんてあるのかわい。5回目の交換でサラちゃんから身代わりを奪うためにはメダルがある程度必要だよね。じゃあ引き出しましょう。もう選ぶしかないのよ、ナオとカンナのどっちかを。じゃあ今回はこのくらいで区切ろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょこちょこカットしながらだったので、多分だけどちょっと話のスピードが速すぎてついていけてなかったりするかもしれませんが、まあ、おそらくね、レコちゃんが大体喋ってたところあたりにアリスさんが会話入ってきてるかなっていう感じがやっぱりしますよね。
そこね、やっぱ生き残る人が変わると会話の内容というか、その話の切り出し方が違ったりとかするのがすごい面白いなと思いますので、メインゲーム後半もね見ていけたらなと思います。ではまた次回、おつぴよでーす。